青番周回の2センターから4コーナー、さあここで後ろから門田が動いてまいりました。三宅を連れて中四国勢が上昇開始。青番周回から赤番周回に入って、まずは門田が抑えて、あとは6番の森山動いていく。九州勢が3番手に車を上げて、これで近畿勢が6番手まで車を下げました。前後夫人が入れ替わっています。後ろから抑えたのが3番の門田、中段車間を切って6番の森山、そして行きました1番の中西、ジャンデー発進近畿勢。1番の中西が早めに巻き返していって主導権を握っていく。叩かれて門田が3番手、あとは森山が5番手。さあ飛ばす1番の中西、追走が5番の松村、縦一列で最終周回に入りました。3番手は必ず門田、そして九州勢は依然として後方回り、ぶっ飛ばす1番の中西対最終の2コーナーからバックストレッチ、5番手からまくる6番の森山。さあ九州勢がまくっていって3番手まで上がってまいりました。2番手絶好引きつけて5番の松村智和、さあ松村が6番の森山を横に張っていく。4コーナーを回ってきた。先頭が1番の中西、番手から松村抜け出したか。